どうしようです。本日はあの有楽者さんと、オリパ会社オリジンさんがね、コラボしたオリパ買ってみました。一つ2000円なんですけども、これね当たりがね、こちらなんですけども、はい、モルネク、トアの流星会社のプロモ、バトライバーとかね、バトクロスバトルのプロモとかね、5000円超えのカードがもう何本もねたくさんあります。で、まあ特徴としてなんかとあるカードがあるらしいんですけども、まあそれをね目指して開けていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでなんかこんな感じにね、オリパが入ってました。これカーナブルさんと同じ封筒ですよね多分ね。はい、では開けていきましょう。とりあえず購入制限のね5パックまでね、購入いたしました。よいしょ。はい、お、こんな感じで入ってるんですね。よし、じゃあ行きますよ。あ、スリーブ入ってる、スリーブ。よし、あ、全部入ってるのかな。あ、これが当たりで、あ、武者ホールいいですね。普通に使いやすい超次元呪文です。4個スイカのクリーチャー破壊しつつ、7個スイカを出せると。ボルシャコール、あ、穴が来てるね。穴とプリンプリンか、穴がプリンプリンって感じですね。はい、で当たりが、よいしょ。お、ちょっと待って、これ間違えたかな、これ順番、これラストに引くやつだったか。はい、こちら挑戦流派モルトネクストの、シークレットの2ですね。今の環境デッキ、今使われている最強デッキの中の、1つですね。これ1枚ね5000円ぐらいするんですよ実は、ね、いろんなバージョンがあるんですけども、このバージョンだけはもう特別でね。はい、いきなり特徴が出ましたね。マジか、これ完全にこれ順番間違えたパターンですね。さすがやっぱ有楽者コラボということでちょっと豪華な感じなんでしょうかね。はい、では行きましょう。おい、天才ジャニーって忍者ですね。あ、会心パラロとか、これ結構あのストレージでもなかなか落ちてないカードですね。はい、ブリキン将軍と、よいしょ。あ、メンデルスゾーン、あ、でも結構いいね。これ多分外れなんでしょうけど、まあ、1枚1200円とか1500円ぐらいねショップでするカードですね。ドラゴンデッキの主要マナブーストとして、入っております。うん、これ結構いいんじゃない。結構ドラゴン系のオリパっていう感じで、はい、なかなか良さそうです。有楽者すごいですね。はい、アッカースーパーエメラルの、プロモですね。キラキラしたプロモの中の一つですね。これ結構好きなんですよ個人的に。はい、可愛いです。そして創世神イブ、うん、デュエルマスターズスタークロスっていう漫画に出てくるやつですね。神王リアと、はい、ゴッド系が来てる。じゃあ最後のカードが、あのね、これちょっと待って、あ、これやらせ絶対疑われる。ちょっと説明します。一旦説明します。ここね実はあの初めて買うオリパなんですよ。で、あの友人の住所に届けているんで、ちなみにやらせとかっていうのはね、ないはずなんですが、マジか、これすごいな。うん、これまさに私がちょうど今欲しかったカードなんですけども、トアの流星カイザーっていうね、これもまた前の主人公が使ってるカードの、プロモバージョンです。1枚まあ5000円ぐらいですね。有楽者コラボちょっとやばいな、これ有楽者大丈夫なのか今。うん、はい、じゃあ行きましょう。4パック目、もうこの時点でね、もう残り4パック外れても全然構わないんですけどね。はい、行きましょう。ラフレシアワーム、あ、演奏と水系の裁きですね。あの無双竜騎ボルバルザークと一緒に使われたカードです。断絶ビッグホーンいいですね。ガイアルコマンドドラゴンですね。よいしょ。あー、バッドフレンドか。あ、これ結構、これ多分これもそんなに当たりではないんでしょうけど、うん、1枚1500円ぐらいするカードかな。はい、今の主人公のライバルが使うカードですね。非常に使いやすくて強いカードです。はい、もうこの時点でね、すでにもう元は取れてる状態なんですが、じゃあ最後の1パックいきましょう。でも多分ね順番間違えてっぽいんだよな。多分こう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 って開ける感じだったんだろうな。はい、間違えてしまいましたが、じゃあいきましょうか。おい、創世者アダム、あ、アダムとイブ揃った。はい、ジャックライドと、あ、必殺絶対絶望ですね。あ、これ来たってことはちょっと外れかな。いきましょうか、外れっぽいな。よいしょ。あ、いや、全然いいわ。はい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 、はい、ということで、結果はですね、大当たりが2種類と、バッドブランドって、まあ普通にこれ小当たりでも十分、うん、下手な時はね、ほんと2000オリパでも800円とか600円ぐらいのねカードが出てくるって時が全然あるんで、はい、これは十分と言えるでしょう。なんかね、有楽者の店長さんとかね、よくぼったくりとか言われてますけど、なんかヒカルさんとかよく言ってますけどね、販売するオリパは普通に有料オリパでした。ということで、多分もう売り切れかなとはなってると思うんですけども、また次回、あったら買ってみてください。ということで、シャマでした。さよなら。